ちょっと今ね、この体験を、ちょっとでもね、強化できないかなと思って、というのもね、前回の、ブランゴないし、ギアノスないしで、切れ味がね、短すぎて、すぐ、落ちちゃうんだよね。だから、強化できないかなと思って、もうこの加工屋にね、話しかけて、いろいろね、ちょっとだけなんですけど、見てたんですけど、結果論から言うと、このボーンブレードはね、強化できなかったんですよ。流骨症が足りないから。なんだけどね、ちょっとびっくりしたのがさ、この武器生産を押すとさ、この体験たちって一緒なんだね。今じゃ考えられない。サードからはね、ちゃんと一個一個なってるんだけど、体験たちってなってるんだけど、一緒なのちょっとびっくりしたわ。で、この安定のこの鉄塔のかっこよさね。そしてね、素材量がね、要求してくる量が多いんだよ、本当に。びっくりしたわ。これとか。マカライト3、マカライト3かまあまあいいとして、鉄鉱石8個だからね。接着ローリも8個。これちょっと今じゃね、考えられないくらいハードルが上がってるんだよ。武器作るの。で、キークエストがね、あと1個なんだよね。前回3と5ですね。この2つやったんですけど、これ。いやー、これね、マジで懐かしくて、普通にね、やってたら、ああ、ポポノタンミソ納品じゃんって思うんだけど、実は、例のあれですよ。トラウマクエストってやつですね。とりあえず行きますか。制限時間20分？前回の動画で言い忘れてたんですけど、なんで武器種を縛るかっていう理由ですね。武器種の基本をについてね、知りたいというか、抑えておきたいというか、そういう理由をね、確か言ったと思うんですけど、実はまだあって、俺ね、パソコン買ったんですけど、これからね、ちょっとめんどくさいというか、キークエストじゃないやつとか、素材集めとかのクエストに、ね、ちょっとね、生配信なんかできればいいかなというふうにね、今、ぼんやり考えてるんですけど、その時にね、よくいるじゃないですか、こいつ弓だったら早いよとか、そういうのを、簡単にね、この、縛りがあるんでごめんなさいっていうのでね、一周できるっていうのと、仮にね、体験でもこれおすすめですって言ったとしても、体験用のね、装備は多分作ってあると思うので、すんなり移行できるかなと。で、ここ！これ初見の時マジでびっくりしたもんな。ちょ、一回ペイントボールつけて、ポポロタンを先に集めてきて、ポポを倒して。それで、ベーキャーまで遠いんで、こいつにね、ぶっ殺されて帰ろうかなと。簡易的？違うな。モンスターによる戻り玉的なね。1個 ?2 個 ?3 個確か3つだよな。よし、3つだな。では、殺されに行きますか。ちょっと攻撃してみようかな。おお、なんでポポいんの？さっき、ムービーで逃げたやん。探してるね。うい！うそー！ガールできねえよ。っていうか、ポポちょっと殴ってティガレックスの頭殴っただけで、切れ足落ちたんだけど。ほい！勝った！勝った！トイレ来てよ、今。ドンキラ生きるからだよな。あー、マジか。体験むずいな。え？マジ？全然ガールのけぞんないじゃん。体験のガール舐めてた、俺。ははは！方向で半分持ってかれたんだけど。ただ、体験の使い方わかんない上にこいつのバカ攻撃力だからな。あれ、怒ってない時もこれ3回やるんだっけ？確かに2回割れじゃなかったけど。ちょっとため切りしていい？ 1。2、3、 OK！ ははは、これだけで死んだ。おかえり。緊急クエスト出たんじゃないか。おお、吹き出しあるね。おお、最初の緊急クエストはドスギアノスか。そう、昔は白ランポスって言われたらしいね。
そう、この時代ね、あれだよ、あれなんだよね、解氷剤だからね。なんだっけ、今のなんか泥とかも一緒にさ解除できる、あ、硝酸剤よ、硝酸剤で確か雪だるま状態を解除するんだけど、この時まだ解氷剤だからね。肉食竜のリーダー、お、解氷剤ちゃんと用意してくれてるね。しかもなんか一番最初のクエストだからかもしれないけど、捕獲まで用意してくれてるんだけど、なんかムービーの入りはあれだな、マップが一緒っていうだけあって、マップっていうかエリアか、エリアが一緒っていうだけあって、さっきのトラウマクエストのティガレックスよ、入り一緒なんだな。これか、あんま大きさ変わんなくね、遠くから見たら。1、2、3、集中欲しいな、集中。あ、出た、この BGM だ、この雪山汎用の最初が好き。あ、この頃はまだ、あ、この頃はもうあれか、もうなんか全ての攻撃にひるむランポス、ドスランポス先輩ではないのか、まあ、ドスギアノスだけどこいつは。いいね、この群れのやつらもなんか氷吐いてくるからめんどくせえな。なんかね、あれなんだよね、この BGM はドドブランゴ、何か雪獅子みたいな確か名前入ってるんで、そのドドブランゴの漢字表記というか別名みたいな、なんだけど普通にこのドスギアノスとかドスファンゴとかザコ戦にも使われるから、ドドブランゴの BGM ではないよな。いや、ドスギアノス懐かしいな、地味に好きなよなこいつ。俺最初セカンド G のイメージ強いしずっとダブルクロスまで出なかったからなこいつ。はい、あれ変なこれ出た、もう終わったんだけど、嘘だろ、弱すぎん、さすがに弱すぎんか。ちょ待て、ドスギアノスの素材最後の爪1個だけなんだけど、ふざけてるだろ。ドスギアノス終わったよ、無事というかもうびっくりするぐらい瞬殺だったな本当に。やっぱ昔の作品だからバランス調整がまだちょっとガバガバなとこあるのかな。なんだって、密林と砂漠に行けるようになったのか。じゃあ次はちょっと猛突猛進ドスファンゴ、これ行くか。確かドスファンゴは7番にねいたような気がするんだよな、初期位置で。この昔のモンハンというか、昔のモンハンというか、モンハンを一からやるのについて思うんだけど、本当にね、いつやってもね、どの作品をいつやっても最初からね、なんか本当初心をすっごく思い出す、本当に思い出す。最初にこのゲームを始めた時は、まあ、仲いい一つ上の先輩がね始めてて、まあ、その先輩たちのね同級生と勝ってたんよ、その先輩がね。でなんか楽しそうだから、楽しそうにそう見てたんだよ、見てたら、そのなんかお前もやってみるわって言われて、実際に、まあ、PSP はねもともと持ってたんで、そのセカンド G を初めて買った時にね、その感じ、初めてやるこの未知のゲームの、そのなんか新しいこと一つ一つに感動するね、あの感じね。今の海辺最初だけさ、なぜかドスファンゴ指定なんだよね、そこがこだわってんのかよくわかんないけど、最初だけなぜかドスファンゴ指定、昔のフロンティアのエイプリルフエストクエストかっていう感じ。え、こいつ最初から突ってくるの。最初なんかちょっと出会った瞬間はなんかハンターのギリギリで止まって、そっからアクション起こすみたいな感じなんだけど相変わらずこの汎用 BGM な、あれ当たんねえな、てか遅くね、1、2、3、ここに、あ、ちょっとカメラゴミ
カメラゴミ。ほっ、さすがにここ当たんねえか。あれ、なんかこの辺のカメラ周りとか改善されてる、もしかして。なんかすごい開けて見やすくなってる気がする。ほい、どこが一番肉質やらけんねこいつ。1、あー、え、てか強いな、ほんと昔のモンハンのこの大型モンスって体力低いけどちゃんと、なんていうか、ダメージ与えてくんな。2発食らっただけでこの回復しなきゃいけない感じとかあるな。もうゾスファンゴなんかさ、頻繁にそう好き勝手、好き好んで狩るものじゃないからさ、肉質がどこがいいとかわかんないけど、とりあえずなんかハンマー持ってたら楽しそうだなっていうのはなんとなく思う。あれ、あ、その行動ってセカンド G からあったんだ。俺最近のクロスとかダブルクロスとかからかなと思ったら、フォーからかな、なんかその牙振り回すの。ほい、そう、これこれこれ、1、ほい、ちょ、悪空間じゃね、今の。さすがに悪空間でしょ。1、2、3、あー、そっか、体験もチャージアクと一緒で切れ味落ちるもんな、ガードしたら。やべえよ。え、ちょっと待って、普通にダメージやばいんだけど。マジで俺ドスパンゴでこんな苦戦させられると思わなかった。あれ、ドスギアの時ね、なんか切れ味減るまでなんか切ったっけ。切ってないと思うんだけど、なんかすぐ終わった気がする。あ、なんかいける、多分いける、多分いける。しかもなんてありがたい行動、捕獲できる、できそうじゃねえ、なんとなく。もうせっかく支給品で与えられたんだからさ。ははっ、お、何これ。あ、そっか、昔の作品はもう麻酔玉2発当てて目的を達成しましたじゃないのか。達成してもちょっとの間、あれ、目的を達成しましたって出る前にラグがあるのか。あー、そこは違うね。あの最新作のモンハンは、最新作っていうか最近のモンハンは投げた瞬間にもうすぐ分かるからいいけど、そろそろアイル雇うか。気球召喚術なんてあるんだ。なんかでもいいのねえな、こういうの狙ってった方がいいのか。肉と乳製品22っていう、分からねえ。分からねえ。交渉術っていうのは多分3歳じいさんのことだよな、多分。まあお泊まりは次回行こうかな。なんか特に欲しいのないし。